なんかおかんぱりとかいいかもしれないですね。ああ、なるほど。時期の収穫面白いですよね、引いて。やべ。まだそれが多いの。あー、取れた。抜けました。それ後ろ？はい。前です。でもちゃんとそれが食ってくるってことはさ、ちゃんと合ってるね、それが。そうですね。ちっちゃいのが伏見ヒイラギが偉大なんですよ、その辺が。ちゃんと浜名湖にフォーカスした。うん、ちゃんとね、あの実調から。はみ出されたさ、科学的根拠あります。ヒイラギ、浜名湖でこの時期にメインベイトとなりやすいヒイラギの生態にフォーカスして、うん、で、まあ、ヒイラギってその体内のバクテリアで発光してピカピカ光るんですけど、うん、ただそれがその太陽光が当たって反射して光るんじゃなくて、こう体内のバクテリアで自ら発光してるので、まあ、最近流行りの UV とか、うん、ああいうメッキとかじゃなくて、こうグローっていうのがやっぱ唯一無二だなと思ったんで、まあ、そこが一番の特徴、うん、ヒイラギイコールグローっていうのが僕が導き出した答えで、うんうん、で、まあ、紫っていうのは、ヒイラギ その代表にあるグアニンっていう物質が太陽光が当たると紫色に、まあ、人間から見るとなんですけど紫色に見えるということで、まあ、そこはちょっと遊び心も込めて紫に塗ってもらいました。でもそれでも釣れてるからね、実績がしっかりあるから。あのちゃんと要点を押さえてんだと思う、うん、あの大事なところをさ、うん、何箇所かそのグローブの部分だったりね、うん、まあ、もちろんルアーのサイズ感とかもさそうだし、うん、まあレンジがいいとこ攻めれるっていうところも性能の部分もそうだけど、さらに色でちゃんと後押しシーズナルパターンっていうところだよね。でやっぱあるかな、波動がやっぱ強いで、まあグローとか入れると明滅したり結構そういう効果も強いのかなと思います。これがまた良かった。絶対シーバス、シーバス絶対シーバス、尻尾見えました。プラタン50ぐらいですけど遅かったかな。絶対シーバス。お、来た来た来た、さあ、シーバス。おー、いいね、ナイス。あー、抜けた、切れた。嘘、やったわ。小林さん、かかってんすか。んエビだよ。大エビフライ。で、今、このピックアップでバレたんだよ。あ、そうなんだ。そう、なからビグだ。あ、当たった。当たった。あ、ついてる、ついてる。よし。落ちてないんだ。惜しいよ。うわ、うわ、うわ。いただきます。よっしゃー、ナイス。食材確保です、ゆうじくんの。うー、揚げときます。いいや、青空シーバス、いいぜ。50センチあるな、でかいね、うん、うん、あるね。オッケー、できる、今釣れるから。ういっそ、よっしゃー、ナイス。
あ、違う。綺麗です。でかいの追ってきてた。くそ、お前じゃねえよ。いや、食ってるもんな、でも。おっ、来た。後ろでヒットしてます。ヒット。おおおお、お前さん、当てますね、シーズン。うえぇ、遅いけど。よいしょ。はい、よし、さすが名船長。いいラインですよ。はい、よし、よし。これ取れねえかな。走るね。俺 GoPro でやってる。オッケー、不思議。今水中ナブだよ。さすが名船長。いいラインですよ。はい、いや、ナイス。やれるっすね。うん、リーダーがガンといくね。今日一の食い込みだね。空気あるんだな。あんた、そうっすね、前田もずっと飲まれてます。初めて聞いた音がした。当たった。あ、来た。おお、ナイスフィッシュ。おっしゃー、来た。おお、ダブルヒット。ダブル。あー、抜けちゃった。おかえさん、おかえさん、どうした。いいサイズだ。もうホールしてってやったら大丈夫ですか。そうそうそう、ちょっと沈ませた方がでかいと思う。そうかもね。でかいっす。おっ、これはいけいけ。おっしゃー、いけ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 。あれ、固まってる。なにこれ、雪やられちゃったかな。やってる、やってる。OK ですね。8か、8。また釣れる、やっぱり。一頭一匹じゃん。あー、抜けた。抜けますね。抜けますね。ちょっと合わすぎかな。抜けますね、伏見さん。伏見さん。この間、バラシゼロのツケが来ました。今日ちょっともう今余裕になってきちゃったもんね。めちゃめちゃバラしてます。うん、あ、もう食ってる。ホールで釣れてる。ホールで食っちゃう。これがやっぱカーリングが合ってるのね。合ってるの。もうあるだけで食っちゃう。存在感だけで。素晴らしい。ちょっと言い過ぎ。いや、いいのいいの。だって釣れてるもん。よいしょ。ホールで食っちゃうんですね。ちょっと深い方が調子上げたらいいのかな。うまい。ねえ、いいかなっすよ。おー、来ますね。はいはい。秋のシーバス楽しい。なってるわ、トラグ。シーバス祭り。すごいね。あ、フシちょっと着替えるんだよな。フシまあでもまた釣れるでしょ、これで。いた。合ってるね。合ってるね。ついにまた来たいの。やばいこれ。これ一発入れて。永遠に釣れるわ。群れ入ったっすね。嬉しいバスだ。ここが大事よ。まあ、大事ですね。うん、あぶねえ。うん、
やっとキャッチしたね。やっとキャッチしました。今までずっとそれはオートリリースわざとだよね。わざとです。わざとです。見せ場はわざとらしいです。電磁メタル、電磁メタルのタイマーケースの高速巻きで、うん、OK、ナイス、はい、アクシーバース60センチないな、はい、ぐらいさ。お祭りです。もう着水して、着水してもうすぐ巻く高速巻き。アイは前、アイは前です。フロントアイでガーッと巻く。でちょっと当たりがなくなったら、あー当たりました。当たっちゃう、ずれちゃう。はい、ずれちゃう。高速巻きです。高速巻きなんですね。波動強いからこそ高速巻きです。もうここだぞと。波動が強いって で結構疲れるんですけど、ってことはその分水動かしてるんで。なるほどね。すごい寄せる力を。水動かしていけよと。秋の浜名湖シーバス祭りはね、強いね。じゃあ餌よく食べてる証拠なんだよね。そうですね、うん、まさにこれメインベイトヒイラギだと思う。そうよね。朝からずっとここヒイラギいたんで、うん、ちゃんと見てるわ船長。やっと着きましたね魚が。でも狙いのはやっぱ昼のね潮止まりぐらい。ダメだ。あ、やっぱ鉄板の方がいいのかな。もう不思議、鉄板の体になっちゃってるな。鉄板をそうグルグルしないとダメ。レンジバイそう体が強化なんか動いてる感じがしないですもんね。いいね、今使ってこう、面白いから。
鉄板を、うん、でもまあそれくらいなんだろう、レンジバイブはなんだろう、さっと負けるっていうね、タイトル、うん、パイロットルアー、そうそう、もう軽い巻きをしてガンガン巻いてこれる、めちゃくちゃ疲れない、うん、でレンジメタルの方は強波動でブルブルと炸裂ると、うん、いいんじゃない、そういう使い分けで。せーの、イエーイ。いろんな名前僕は覚えれません。福島、イエーイ。オッケー。よし、じゃあ次行こう。イエーイ。イエーイ。でかい。大量大量。それか、もうこの時は結構パワーあるから。